ました。あ、そうです。例えば、どんな言葉でうちに気づいていただいたんでしょうか。金属売却。金属売却。売却。はい。近かったんで。自宅からですね。はい。金属売却だけだと、うちにすぐ出てこなかった。多分東区とか柿屋組とか、そういうふうに思ってたんですね。見てないとおかない、はい、それがこれだけの方と現人の方の見て、はいはい、が出たんですけど、なかなかわざわざと思って、そうですね、わざわざと思って車を止めるとことか考えたらあれですもんね、初めてだし、うんうん、そしたら車でちょっと行きやすいところを、あとどれくらいかな、一回があったら急ぎでもなかったです、そしたらあるでしょ、あのうちのブログみたいなのが出てきてしまって、あ、そしてホームページの方に切ってやって、ああそのなんかこうね、ヨーヨーキとかちょっとあれかなと。なるほど。ありがとうございました。大きいところがいいかなと、いろいろ思いました。はい。とりあえず査定をいろいろしようかなと思ったけど、ね、まあ、この金額だったなと思って。そんなにと思わなかったんで、全部できないできないかなと思ってたんですけど、12回つけてないし。いや、でも、あれですよ。逆に言えば、2、3件、はい、こう、見ていただければ、はい、より、うん、高いのが、まあ、分かっていただけるんですけど、まあまあ、でも、感覚的には間違いないと思います。全然気にまんならんよとか言われたりも。ああ、いやいやいや、これがです。これがですね、20年も30年も経ってても、ちゃんと金でありさえすれば、だけまあ、逆に言えばブランドのってそんなならないんで、うん、今もですね、やっぱり若い人って、シルバーの、で、でもやっぱほら、いざって言うとこんなならないから、やっぱり、金とかプラチナとか、やっぱり、こんな時間が経ったとしても、ゼロにならないんですよ。やっぱりこっちが持っとった方がいいですもんね、いざという時ですね。でもね、買うときはね、最終的にお金に換えること考えて買ってないからですけどね。デザイン性とか。うん、ですね。だからなんだかんだ言って、やっぱり、ブランドバッグとかは、はい、まあ、高くか、まあね、20万とか30万ぐらい、はい、10万から20万ぐらいの間で夫婦買ってあったとしても、はい、あれ、こう、やっぱ袖っていくじゃないですか、どうしても。ね、はい、やっぱこう、ゼロに近くなっていくんですよね。はい、でも、流行遅れるんだったら何千円になるから、そこらってやっぱ10分の1以下になりますもんね。金属はちょうどですね、この2000年ぐらいに買ってあったら、安いとき買ってあったら、まあ、逆に言えばデザインとかブランドとかじゃなかったら、5倍ぐらいになってるんですよ。なんかじいちゃんばあちゃんとかで売ってるとか、会社の人とかに。まあ、いらないものはですね、はい、でもほら、これだけ持っときたいっていうのだけ言っとけるでしょ。使うのはですね。ちょっと究極のリサイクルです、貴金属って。うん、これ、やっぱりまたこう、あれですよ。それこそ、スマートフォンじゃないけど、うん、ああいうものに使われたり、家電とかに使われたり、車とかに使われたりとか、そういうのもあるんですよね。いや、すいません、お手数ですが、左手の人差し指で軽くで結構です。はい、ここに。書類の感じをコピーを取らせていただきますので、はい、ちょっとお預かりしますね。はい、続きますよ。はい。じゃあ、もうしばらく待ってくださいませ。
先にお返しいたします。こちらがポイントカードになります。売っていただいたり預けていただいたり、お買い物の時にもポイントが貯まるんですけども、はい、1000円で1ポイントつきます。で、今日83ポイントついてますけども、はい、500ポイントになりますと、お買い物の方で500円引きで使っていただけるポイントカードです。はい。また何かありましたら。で、これうちの方のちょっと宣伝になりますけど、10月の年に6回、セールをしておりまして、今度、隣のこの車ですけど、はいはい、秋のセールをしますので、またよろしかったら覗いてみてください。ありがとうございました。お待たせいたしました。ありがとうございます。